おい見たかよ、おいこの世の支配力、長州殿は支配してやったぞ。わざとだよ、もちろん長州殿も言ってたろ、新日英説面白いってよ。わざとこんなことをよ、柄でもねえのにやってやったんだよ。演技でな、そういうところも楽しめよ。そういうところも楽しめないとプロレスファンじゃねえぞ。それもこれも新日英説を盛り上げるためだ。だからよ、今宵のこの食事代も長州殿に支払わせてやったよ。勘違いされてんじゃねえぞ、ボケどもが。自分じゃなくなくそうだ、お前だってそうだろ。僕は好きですね、はい、そうか、はい、自分がまだ若いからかもしれないですけど、もっともっといっぱいやりたいっていう気持ちですよ。僕はまだ今日ここに来るまでにみんなクソが悪いことある。ここに来るまでにそれやめてって、ね、はい、消えていくやつっていうのは、はい、時代がこういう時代、SNS とか、はい、ツイッターとか YouTube とか、やってたやつが、あ、プロレスをこうだった、ああだったって、はい、で、不満をやめてから言ったってしょうがないよ。そう。プロレスはああだこうだ、どういうつもりだったのかな。生活が成り立たないで言ったら、じゃあまた戻っていこう。それもないとは言わないけど、はい、困るだろ、あれだけ顎を回してプロレスのアダそうですね、そう言ってしまうと戻れなくなるんですよ。戻ったところでそのあんだけ言ってたじゃないですか。それでみんな消えてったよな、はい、みんなだからそれぞれの体験一緒じゃないの。真剣にリングで戦って降りた人もいるわけだ、はい、それはお前が手を抜いただけだろう。タニャン、おかわりだよ。はい、来ました。大変お待たせしました。はい、長州スペシャルでございます。長州スペシャルって名前お名前がついてるんですね、さすがです。これここで焼けるんだよ。焼ける焼けるっていうのはご自分で、ご自分でついてないの。これ気に焼いたもんな。食べて美味しいよ。いや、めちゃくちゃ美味しそうですね、これ。そんなに大判に入れると、はい、いやいや、でもほとんどそうじゃなくて、こんな具沢山で仕事用語になっちゃうから。食べてみた。お前も食レポあれだな。食ったうわっいや、いや、今日はそういうのではない。あ、どうぞ。大丈夫、大丈夫。あ、置いといて。あ、はい。これ入ってる、これで。これで食べる。あ、あったか。食べてみた。あ、なるほど。箸入れよな。本当に美味しいよ。うん。いや、本当に美味しいですね。いや、牡蠣がめちゃくちゃうまいですね。あ、中にチーズ入ってる。でもお前が美味しいって食べてるのは本当にうまいと思うよ。いや、美味しいですよ、本当に。なあ、ここやってる方の友人なんだ。そうなんですか。うん、タニア、おちぼりをお願いします。はい、で僕のちょっとお話よろしいですか。お前の話ちょっと、あの、会社です。会社です。金曜金曜のあれ、どれで使わせてもらってるか新日 SS、はいはい、これの、自分と一緒に撮影したあのゲームなんですけども、これ覚えてらっしゃるんですか、 SS は。忘れた。それで、また長州さんが復刻されるんですよ。なんかそのご連絡は来てます。いや、聞いてない。聞いてゲーム、はい、ゲームあんまり得意でもないしな、やることも大事。それはそれで仕方ないと言いますか。でもどうでした、やってみて楽しかったですか。そういうゲームをやったんだっけ。ガチャを引いてました。そのガチャってそのキャラクターを知ってる。あ、知ってますよ。あ、あれ楽しかったですか。楽しかった。あー、よかったです。じゃあ次なんかまた撮影とか大丈夫ですか。あるかもしれない。今のところその話は全くないんですけど、言っとけばなるかな。
たらまたおかんが出て、おかんが出て、はい、おかんの喋り方で、お前もう長、まあ、6年かずっとおかんの、あ、ずっとそうですね、これでいい、なんで、いや、もう自分で考えて、アメリカの選手なんですけども、うん、ブレイ・ワイアットっていう選手がいて、あ、そうですね、最近の選手なんで、うん、キング選手がご存知ですか、知ってるよ、はい、ああいう、なんていうんですかね、奇抜で怪奇的なレスラーを目指しまして、恐ろしいと言いますか、こう、おどろしいというか、それはお前から自分で出てると思う、出てると思っていました。で、今はもう隠しますけど、隠す隠さないわ、自分で思ってるだけだって、ああ、他人がどう思うかは、うん、はい、そうですね、上手なんで、逆です、なんでこれを言ってるの、だから言われて驚くじゃん、驚きます、はい、ね、はい、だから聞いてて頭の中にはそれは自分で描いてるんだろうけど、やっぱり自分は自分だからな、はい、うん、もちろんその真似ではないですけど、こういう感じっていう感じで、そのあとキラカンさんの、うん、彼は彼で、もちろん真似ではないんですけども、そういう要素といいますか、そういうのを取り入れたいなと。長州さんはそういうのはなかったですか、最初のデビューした頃の下手はもうリングで一生懸命勝ち負けも関係ないっていう、はい、だからその一生懸命やってるのが今現在でもお前の中にあればいい、お前描いたところに自分を入れ込んじゃうとどうしてもルーズになっちゃうよ、自分だけでちょっと慢心しちゃうっていうところになっちゃう、漫画の中の人間になっちゃう、結構そこを目指します、漫画の中の人間になりたいなと思ってます、僕漫画がすごい大好きなんで、俺の質問だけど、なぜかって聞くしかない、否定じゃないと、そういう考えなんで、はい、そっちが好きで、で逆にですね、そのいろんな格闘技をやってきたんですよ、空手も柔道もアマチュアも、それはお前の紹介のキャリアとしてだけの、まあこれはすごいことだけど、じゃあそれがリフの中でどういうふうに客がお前を見てるかって考えたことある、その試合の組み立てとしては一本強いとか、いやいや、旗とか何をやるか、そのキャラもその変には思わないって言ったら嘘なんだよ、それでそういう側に、うん、客ファンなりが側に求めてアニメに、そのファンはもうめちゃくちゃ多いです、はい、狙いとしてはアニメファンをこっちに引き込むっていうのを狙ってます、そういうそのプロレスを見てないでもアニメはしてると、今の時代で、はい、プロレスはアニメの世界だもん、アニメの世界、そういうわけです、ただアニメファンとプロレスファンって結構似てたりとか、そのお互いの趣味を持ってるんです、プロレスファンでもあるしアニメファンでもあるっていう人結構いるんです、ああそれが俺にはもう分かる、アニメの中、そのバトル漫画とかと戦う熱い戦いとか、その選手とかのこう気持ちをフィーチャーされたりとか感化されてるファンがいるんですよ、でもそれアニメしか見てないんです、でもお前も感化されてるか、そうです、僕も言ってしまえば格闘技やっててそのアニメに感化された人間なので、スポーツに一生懸命打ち込む姿やったり勝ち負けでこう涙流したりとか、あの同じように見えます、似てるものあるとか絶対、そうか、それはもう絶対自信持てます、でやっぱり今の時代プロレスファンがちょっと少ないんですよ、もちろんプロレスファンに対してもイデオロギーじゃないですか、そういうのは届けまくってますけど、まさにその奥のプロレスを知らない人に届けるのが目標です、でそれで新日本プロレスにファンが来て新日本プロレスを盛り上げる、これが僕の目標です、役目でもそうですね、はい、アニメが知らないとアニメファンの気持ちわからないじゃないですか、アニメファンの気持ちわからない僕なんで使命感もあってやってます、おかんっていうのはアニメに出てる、アニメに出させていただきました、そのおかんになってから、あこのキャラいいねっていう感じで、喋り方も特徴ですし、その髪型とかも特徴なので、アニメの絵にイラストとかにしやすくて、絵にでも俺も頑張れ長州君やってんだもん、ああそうですね、はい、あでもあれなんか嬉しかったりしません、羨ましいなと思って見てました、面白いか、僕ははいアニメが、はい、好きで面白いと思いますし羨ましいなと思います、じゃあお前はその風貌で小学生で頼んでみてやる、
あ、お願いします。いや、もう僕やりたいです。めちゃめちゃやりたいです。なんかいいお話やりたい。いい加減にしとけよ。ということで、長州さんも楽しんでいただいた新日 SS というゲーム、これがまた復刻されるので、皆さんもぜひやってください。ダウンロードして。前回どっちが勝ったんだ。勝ちとかはないです。そのあれガチャを引いて、僕らはでもあれやってるとハマるな。最後何回もチャンスもらった。あ、確かにやりました。出るまでやったよ。ということで、こんだけ喜んで楽しんでやられてる新日 SS、ぜひプレイしてみてくれよな。